ナーを進めてきましたね、まあ、そして次は警戒すべきバッター高めのボール弾き返した打球はセンターへサードランナータッチアップホームに送球するサードランナーホームインジャイアンツ1点を先制しました犠牲フライを決めてきました1対0序盤から試合が動いていきますご覧いただきましょう先制点は犠牲フライで奪われてしまいました、まあ、もうちょっとコースを選んだ方が良かったんじゃないですかね犠牲フライで先制点を取られていますひだ打席に入りますまずはこの先頭バッターを出していきたいところですインサイド変化球決まっています得意のボールでストライクを取りました高めのボールヒットになった打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいますバッターランナーは二塁まで進みました先頭バッター出ましたカープノーアウトランナー二塁です一塁には追加点のランナーバッターは松高めのボール打ちました高い打球センターへここはフライになっていますセンター掴んで2アウト低めに集めたいですね、はい、高めのボール打球はセンターへこの打球はフライになっていますえのきだ掴んで、さあそしてこのチャンスで打席には1番のえのきだ入っていますここはゲッツーを取りたい場面ですねなるほどそういった攻め方をしていけるかどうかタッチもセーフうん、低めで打ち損じを狙いたいですね、うん、そうですか二塁タッチもセーフまた牽制タッチもセーフボールになりますボール先行ですインサイド打ったおっと取った二塁送球アウトスタンドのファン際どいタイミングも一塁はセーフよく走りましたツーアウトランナー三塁一塁となりましたご覧いただきましょう抜けようかという当たりだったんですがダイビングキャッチに阻まれてしまいましたうーん抜けたと思ったんですけどねまあできればアウトカウント増やしたくなかったですよね、さあこのチャンスでバッターボックスには2番の大谷が入っていますランナースタートキャッチャーは二塁へセーフ豪快なスイング打ちましたセンターへ打球伸びるタッチアップサードランナースタートを切るサードランナーホームインジャイアンツ1点追加します犠牲フライを決めてきました5対2カープもうこれ以上点はやれませんご覧いただきましょうここで犠牲フライ得点を許しています、まあ、もうちょっとコースを選んだ方が良かったんじゃないですかねこの犠牲フライで追加点を奪われていますさあそしてこのチャンスで打席には1番の榎田入っていますいきなり牽制二塁タッチもセーフ初球ボール球ですアウトコースこれは見送ってボールですボールボールが3つになりますなかなか外れてフォアボールバッテリーは警戒していかないといけませんね高めのボールワンバウンドヒットになりましたこれでマルチヒットノーアウトランナー一塁ですうまく持っていきました非常に速い打球でしたまあ完璧に捉えられてますからねました右中間に上がったここはフライになっていますセンター掴んでワンアウトずれていますワンボールツーストライクです打ったこの当たりはどうかセンターライナー掴んでこれでツーアウトですそしてバッターボックスには榎田入っていますさあツーアウトながらなおもチャンスは続きます
な一塁ランナーを走らせてはいけませんよ。逆転のランナーですからね。そうですね。最初は変化球できました。シーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。いい形でチャンスが広がりましたね。このイニング4点差を戻してきました。先ほどの打席は打ちました。高く上がった。えのきだ。ジャンプ1番よく取りました。ファインプレー。素晴らしいプレーが飛び出しました。里崎さん、今のプレーご覧になっていかがですか？この一瞬の判断は素晴らしいですよね。打ちました。これはどうか。この打球は落ちるか。どうだ。えのきだ。抑えて、そして打席にはえのきだ。入ります。さあチャンスが続きます。さあ初球は何か。初球から打っていった。ぐんぐん伸びる。頭上を越えた。ファーストランナーセカンドランナーを蹴った。これはどうだ。カープ追加点を挙げました。12対9。エースに援護点をプレゼント。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を広げます。いい形でチャンスが広がりましたね。追加点の入ったこの場面、ゲームは中盤戦です。バッテリーの組み立てに注目。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これで3安打。追い込みました。センターへ持っていった。いいところに飛んでいる。この打球は落ちそうだ。手を伸ばして取った。これはビッグプレーが出ました。落ちればタイムリーという打球、センターよく取りました。これで2アウト。いや、抜けていればもちろんタイムリーというところでしたが、よく守っています。佐々木さん、今のプレーいかがですか？まあこれは素晴らしいプレーですよね。いいですね。うん、そうですよね。高めのボール打った。打球はいいところに飛んだか。掴んで3アウト。勝ち越しは許しませんでした。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。さあそして打席にはえのきだ。入ります。さあ2アウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。ストレート打っていった。これは大きな打球。フェンスを越えた。入った。ホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。逆転に成功しました。この回のカープ、14対13。こういう場面で高めっていうのは、まあ投げてはいけないボールなんですけどね。はい、ベンチではチームメートに祝福され、喜びを分かち合っています。この場面で大きな仕事をしました。逆転となるホームランです。しっかり振り抜けてましたし、距離も完璧でしたね。ここで奪った主導権、勝利に結びつけなければいけません。